なぜ減った？なぜ減った？いやもうこっから一本道なんで行きたい人は行ってください。俺はちょっとトイレに。ああどうぞどうぞ。紅葉がちょうどいいぐらいなんだな。うん。まあ、いつものことながら絶景のポイントで止まらなくてすいません。いやいや、どこでも。やっとパンの時間来た。ポンで食うけ。信じらんね。こんなやったら普通のパン食えばいいのかな。いや、でもこいつは半玉で買ったよ。ああ、いいかった俺は。いや、半玉足りないって騒いでたんだっけ、大沢さんにくれて。腹減ってるんだわ。半玉くれたんだよね。これは腹持ちいいね。なーに腹減ってるの。玉ねぎの量がすげえだったな、これ。なんか、あれで玉ねぎ、一人前で、一つでニンニクと入れるとこ入れな。丼一つで、一つ。一個らか二個入れたかね。テレビでね、だったな。あの汁、水使ってないんですか。玉ねぎが汁ばっかり。それはねえろ。それはねえろ。どこだったかすげえ話聞いたんだよ。いやでもみんなに取らねえかった。それからダートになるんだね。うん？ダートになるね。ほらダート、こっからね。頂上まで楽しいね、岡田さん。先端出荷？いや、勘弁してください。先週の今週明けちょっとおとなしくしてます、今日は。まあ、朝日食いけたんだから。いやいい道だね。初めてだ。初めてです、俺これ。あ、そうだ、うん。今年また奪い湯行かねんか、最後春行ってきたっけね、ね。あ、まあ、最後ね、あとも行けしてえな。うん、最後行ってこうかな。上は来て涼しい通りが場違いだったな。しおり峠もね、行ってたよね。もげっぺがんねばや。安いんじゃないの。うん。遊び方も全然安いんだ。それだけで100万円だろ。行く行く。200万近いけど、遊び方っていうのは。これは130万ぐらい。いや、ちごって、あの帰り、あの山の中通るかっていうことを大沢さんと言ってたんだ。カニカダリ散歩まではいらんけど、あそこまではいらんけどね。山の中通るかって、どの道、あの松本道行くってけ。そう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 。あれ、うん、かなり安いよ。いや、そんぐらいでもねえんだって。俺、ついていくわ。あ、そっか。間違って行ったか、あんげなげだった。そう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 。あ、まあだけ、まあ行ってもよし、行かんでもよしで。また松本悪いっすね。行って間違っても。うん、俺一人で帰るって。だが。あ、ナビがねえけダメだ。どうだろう、あれ。高速行って行けば、言われるわね。高速乗ればいいんだ。
いや、ポスト間違うかもしれない。間違うわけないっけ。いや、キョノさんと一緒で。ああ、富山の方呼べた。それで若葉で。むしろか。うん、そうだよ。全部で残ると一発でわかるからね。自分の方だけで、ね、ごめんの割れてた。検討されたりね。自分の身は自分で守らんばい。すげえ。だって向こうが嘘ついて、お互いに証言が俺と笑いに行く。自分やってねえかって向こうが俺もやってねって言われたら、証拠が出れば。やばんめねえ。こういうでしょ。最高だね。またこれか。腹いってら。おい、見てみた。普通のガン食えばいいのに。ハンタマ。ハンタか、ハンタマだけど、普通のガン食えばいいのに。ハンが食いたかったことやろ。すごい。玉ねぎで腹いってやるね。すごいわね。よかった。でもあれは、ハンタマでも750円だったでしょ。うんうん、普通が900円か。ハンタマが普通の量で。あ、ハンタマで普通の量だ。いや、あの、ちゃんと麺は半玉だと思いますよ、うん、ただ玉ねぎいっぱい入ってからほら、十分だ結局パン食ってるようじゃん食ったばっかぜ、まだあっこ運動したんやけど、運動いや、みんな食ったらいいけど、いいこと取ってたあ、まあ、1位になってたいや、決済いや、俺別に無理だった何を立った何か、ずっとえ立った何か立った誰おめえやトシンさんまで立ち始めて出てるだろうなと思って俺はケツは痛くねえけどただ立つだもんねそういう問題じゃねえんだろうねえただ立つだけだちょっとゆっくりやな何っていうかちょっとこうポジション的に五十嵐さんあのゲルシーとかいらねえんだってあれがねえと糸ねえんだっていやいるんけそうはねシートつけたんだねそれで見てんだわあれ蜂の目のうちの巣の目の見てなのパンツ、トランクス、下がいの入っ合わねえか合わねえかね僕さ、パテ正義でパンツね高さがビキニパンツあ、ビキニパンツ一番簡単なのは最上とってもいいんだあれ、まあ、穴開けて、まあ、首つけてるんだヒョウナさん、いてなって言ったこともやめてヒョウナさん、言ったこともやめて俺もいてなって言ったこともやめてパンクって言うようじゃんで、ゆねかやん迷うとこってあったんだってない道なりにずっと行けばいいんだよそうですで、あの橋渡って天飾り山荘のところまあ、橋渡ればあそこら辺でそうだ いや、いいとこだね綺麗だったね模様が牧場のところだろ。木がポコポコとこうあってね。それは駐車場で止まかなと思うけど。大沢さんが埋めそげだなって牛見ながら。手入れしてしね。